どうしてこの仕事は給料が高いんだろうとか、知らずにこう仕事とかアルバイトとか選ぶよりは、あ、こういう会社はこういうふうに仕入れてて、こういうところでこういうお客さん見てる。本についての説明をお願いします。はい、わかりました。はい。いや、まさに本の中でもちょろっと書いてるんですけど、世の中の人たちというか、まあ、皆さんね、例えばお父さん、お母さんがお仕事だったりとか、まあ、道ですれ違う、こう大人の方々はたくさんね、いろいろな仕事をしておられると思うんですけど、まあ、給与水準みたいなことだったりとか、会社とかみたいなものに紐づいて、その給料みたいに決まってくるので、どうしてこの仕事は給料が高いんだろうとか、安いんだろうみたいな、疑問に思いません？例えばアルバイト先。家庭教師とかって、今ちょっともしかしたら皆さんが選ぶアルバイトだともっと時給いいのあるかもしれないですけど、僕が大学生の時にやってたアルバイトの中で一番時給高かったのはやっぱ家庭教師なんですね。で、逆に一番低い時給だったのは映画館の、もぎりみたいなバイトしてた。本当に最低時給みたいな感じ。で、まあ、それもやっぱりその、なんていうか、仕事の大変さみたいなところとこうバランスするところもあれば、その企業自体が、その例えば、物を売る会社であれば、その物を仕入れる原価がかかってますよね、とか。物高いものに対してちょっとだけ利益乗せて売ってるから、そもそもその利益の水準が低いから、そこで働く人たちの給与水準も相対的に低くなるとか。逆に家庭教師みたいなのって、その先生本人の時間しかその必要な資材というか原料はないので、お金っていうのは基本的にはほとんど自分のところに入ってくるとか、まあ、そういうどういうような費用感がかかっていて、それに対してどういうふうにそのお金のが回ってくるのかみたいなことを知らずにこう仕事とかアルバイトとか選ぶよりは、あ、こういう会社はこういうふうに仕入れてて、こういうところでこういうお客さん見てるのが、分かった方が納得感があると思いますし、それを同じようにその就職活動だったり、これから社会に出てくるっていう時に、学生の方々が知っといていただけるといいなと思ったので、そういう、まあ、それを知るというか、それをまあ、まさにこの本の中でもディスカッションしながら進めているんですけど、皆さんからの質問に答えつつ、ただ、基礎となる考え方みたいなのって、基本的にそんな難しい構造ではなくて、どういうものが最初にコストとしてかかってくるのか、どういうふうな利益が得られるのかみたいなところをこう解説させていただきつつ、まあ、本の形にまとめてみたっていう、そういう形ですかね。結構、スターバックスとかおにぎりとか、なんかコンビニとか、結構分かりやすい例がされてましたよね。そうですね、もうその例題自体はどちらかというと、まあ、本を実際書いていただく、学生の皆さんが安い内容を話す中で取り上げていったって感じですね。なるほど。私もさっきちょっと始まる前に言っちゃったんですけど、商業高校からなので、ビジネス学んで7年目なんですけど、あ、6年目か ?5 年目?わかんないですけど、なんか、そのビジネスを学ぶ上で結構、突っかかる部分ってあったんですけど、ずっとその書かれた本を読んでたら、あ、結構そういうことだったんだ、高校生の時に読みたかったなっていう結構内容が書かれてました。そうなんですよね。なんか商業系の方々とかだと、それこそ簿記とか会計とか、そういう、まあ、お金的なところから見たその物構造への理解みたいなのって機会があったり、まあ、観点で見れると思うんですけど、いきなり社会にこう大学を卒業した途端に出たりとか、高校卒業した途端に社会に出た時に、高校を知らないで会社を選んだり、会社に入らなきゃいけない状況になった時って、まあ、
やっぱり分からないと思うんですよね、全体の構造。だから会社の全体を見える役割で採用される会社に入るわけじゃなくて、営業とか販売の方とか、のなんか、まあ、現場の方とかっていう形になるので、全体見えない中の一メンバーとして活動してると、やっぱりこう社会とのつながり、その会社がどう社会とつながってるのかってことも分からないですし、そういうところをですね、気づいてもらえるというか、そういうような機会になればいいなと最初は思ってたんですね。で、なんでしょう、まあ、本で学ぶことってもちろんいいなと思ってるんですけど、社会の変化がすごく激しいので、今回本っていう形で1回はまとめるんですが、どちらかというと、内容自体も毎年毎年いろんな方々に、まあ、ブラッシュアップしてもらって、改訂版みたいな形で、方針改訂していただいたらなと思います。なるほど。私も普通に商業に興味があって商業高校に入ったものの、その、なんか実際にやっぱり商業について学んでみると、中学出てすぐの子供って言っていいのかな、なんか子供にはあんまりやっぱこう、なんでしょう、実際に体験してないからこそわからない部分っていうのがあって、でもそれって結局なんかやっぱ今思い出したら何だったのかなって思うけど、そういう疑問って結構大人になってもこう仕事をする上で結構大事になってきますよね。そうですね、なんか仕事する上で興味を持っていく、持ってて学ぶ機会になると思うんですけど、あまりそこに関心がないままに流されっていう感じになって、そうなんですよ、もったいないと思うんですよね。時間ももったいないと思うし、おそらく主体的にそういう学ぶ機会を作りに行けなかったりとか、いたらなんか望んでいる環境じゃない状態に置かれたりとかすると思うので、ここは主体的にまさに自分の、まあ、人生というか、自分のその働く内容とか仕事内容を楽しむためにも、まあ、その基礎的なものを知るきっかけになればいいなと思ったのと、これが早く気づけば気づくほど、よりその、ね、人生長い、まあ、実際長いのは個人によるんですけど、100年時代とかって言われてる中においては、気づきが早ければ早いほどその主体的な人生を送れるんじゃないかなと思ってたので、まあ、今回はまさに石本君に参加いただいた学生の皆さんとともにこう、まあ、いろんな質問を受けながらその中にそれを入れ込んでいったっていう、そういう形です。